都会の片隅、ここおでん北野には今日も癖のあるお客様が来店中。こんな汚い屋台に、ね、いやなかなか来ていただけるとは。でもない、なかなか美味しそうで、はい、もう召し上がってください。はい、これは評判いいですから。そうですか。はい、はい、うちのまあ、屋台に関わっているスタッフもですね、モンキーパンチ先生がどんな方なのか、漫画はあれだけ世界的に有名なのにね、半分ぐらいの人が、ね、絶対猿顔だとかいろんなこと自分がモデルじゃないかとか言ってたんですけどね。いやー、ほんとね、こうやってお顔を拝見するの初めてなんですよ。そう、初めてですけどね。よろしくお願いします。もうちょっと拝見してるんですけど。いいえ。あ、テレビとかよくご覧になるんですか？見ますよ、そうですか、はい、なんかもういつもこうルパンの絵描いてらっしゃるのかなと思ったんですけど。いやいやいや、もう、はい、そうでもないですか、もう見ながら食べながら描きながらという感じ。誰もが愛す世紀の大泥棒、次なる獲物は屋台にありか。レッツスタート、ハイテケ辛口屋台。今宵は熱くルパン三世を語り尽くす。夜分恐れ入りますルパンがこの辺りに現れたと聞いたのだ。うわびっくりした、銭形警部かと思ったら納屋さんじゃないですか。どうぞ座ってください。いいですか。ありがとうございます。あ、ほら、お久しぶりでございます。どうもお久しぶりしました。いやー、生で声を聞くのとお顔を拝見しながら聞くとやっぱだいぶ変わりますね、雰囲気が。はい、じゃあ早速ですね、もうこれから行っちゃいましょうかね。でーん、ルパンザサード、すごく大人向けの感じしますよね。はいはい、あれはね、もともとヤング向けの雑誌が創刊されるということで書き始めたんですよね。あ、そうですか。ね、でそれ用に書いた作品だったですから、はあ、だから子供さんは見ちゃいけない本なんです。あ、もうその当時はそういう一応イメージがあった上で、ああ、だからあんな感じで。うん、そうですね。これやっぱりその大人向けのああいう漫画っていうことで、いろんな苦労とかってあったわけですか。いや、あんまりないですね。そういう映画なんかもやっぱり例えば007とかね、でそういうのはちょうど出始めの頃だったんで、ああいう大人のこう遊びって言いますか、はい、そういう感覚のものをなんか漫画に描きたいなというところがありましたからね。あ、うん、もう手本がありましたから。でもちょっと心配事ってなかったですか、こう、うん、やっぱり日本の漫画とか、購買者っていうのはやっぱり低年齢層じゃないですか。うん、いや、心配は全くないですね。まだ頃からね、はい、だいぶ徐々にやっぱりヤングの漫画の気配っていうのはありましたから、うん、やっぱりもう子供っていうか少年少女漫画に飽きて、そのぐらいをこう望んでるっていうか、そういう雰囲気はあったんですよね。どうして初めてこうルパンの、まあ敵役、はい、ね、銭形の声をやるっていうことで。そうですね、あれね、モンキーさんの絵を見ていただくと分かるんですけどね、はい、結構かっこいいんですよ、銭形って。昔はね、なんか2枚目っぽいんですよ。でもあんまり2枚目だとほら次元とくっついちゃう。はいはい、そうですよね。やっぱり我々のイメージでは次元がね、ちょっとクールでっていう感じで。それでね、ディレクターさんなんかと相談しましてね、はい、で僕は喜劇をやってるもんだから、はい、舞台で、少し崩した方がいいんじゃないかっていうことでね、あ、だんだんあんな風に崩れるとは思わないから。でその当時からその声優さんのキャストはずっと変わらずにっていうことですよね。山田さん、小林さん、砂屋さんっていうのはこの3人は変わってないってことですよね。パルトフィルムから変わってないですね。はい、ああ、そうですか。それでまあスタートからね、そういう形で始まったものが、こんなに日本中に、日本中にっていうか、もう今や世界的なスタンダードになってきてるじゃないですか。そうですね。始めた頃ってこんなに人気出ると思いました？いやいや、そんな思わないですよ。始めた時はね、僕のところに、僕まだ新人の漫画家でしたから、はい、仕事が来たんですけどね。で、要するに、お前青年漫画っていうのを、やるんだけど、お前何やりたいって言うから、うん、もう今答えないと仕事がなくなっちゃうんじゃないかと思って。で、その時にね、もう頭に浮かんだのがルパンだったもんですから、すぐこう、何も書かないでルパンがやりたいっていう。
うん、それだったですね。はい、那谷さんもいろんなお仕事やってらっしゃると思いますけども、はい、ここまでルパンシリーズ続くっていうふうに正直初め思ってました。全然思ってません。あれか思ってません。もうあれでいわゆる30分の連続で、はい、あれ2シリーズぐらいあったんですかね。そうですね、2クールだったですね。そうですね、はい、まあもう終わるだろう、もう終わるだろうっていう方が強かったですよね、うん、はい。こんなに長くこう続けてきたキャラクターって他にあんまりないんじゃないですか。ないですね、まずないです、うん、はい。しかしあれですね、この子供たちも喜んで見てくれる、そして大人は大人でこんなに楽しんでくれるっていう、このルパン三世の魅力ってどういうところにあるんでしょうね。いや僕やっぱ分かんないんですけど。自分で書いてて分かんないんですか。いや書いてる本に全く分かんないんですよね。で、うん、いや僕はね、初めアニメーションの話来た時はもう反対ではなかったんですけど、これアニメーションになりませんよって言ったんですよね。今その当時のアニメーションっていうのはその子供さん対象のねアニメーションで、割と分かりやすいもんだったんですけど、魔法使いだとか、そうロボットだとか、そういうとこですもんね。僕らは、まあ、だから初めやった時は、はい、こういうものこそやるべきだみたいなね。これは山田とかね、はい、まあ、みんなで言いましたよ。と当時いろいろこうPTA とかなんとか、はいはいはい、ワースト番組ナンバーワンですよね。おい、またやったぜ。逆に喜んでらっしゃるんですか。ああ、なるほどね。いいんだ、ガキなんか見なくていいんだから。そろそろそういうアニメ必要だと思ってた時に。もう絶対そうですよ。はい、子供たちがなんでね、僕はこれ好きなのかっていうと、とにかく勉強うんぬん言わないでしょ、はい、それとかいい子ちゃんぶったら絶対いないし、はい、可愛い子ちゃんも出てこないしみたいなね、そういうものに憧れますよ、子供っていうのは。だから僕はそういう意味でね。そうですよね。泥棒でしょ、まず主役がね。はい、それがね、悪いものに憧れるんですから、ガキってのは。子供ってやっぱりちょっとだけ背伸びして大人の部分見てみたいですもんね。いまだにカリオストロなんかはもう年に1回ぐらい必ず ねテレビでやりますし、そうですね。でね、あれだけ毎年やっててもすごい高視聴率らしいですよね。あれももう僕の考えてるファンとはやっぱりちょっと離れたものだったんですけどね。あれは監督した宮崎さんの考えのルパン三世っていうのを作ったんで、ですから僕としてはまあ、これはもう僕の作品じゃないけど、もう宮崎さんの作品としてはもう最高のもんだなと思いますね。那谷さん的にはどうなんでしょう、こう自分で声やってみて。ほとんど覚えてないんですよ。覚えてないんですけど、カリオストロの城っていうのはどんな話だったか。あ、そうですか。覚えてないんだけど、地方行ったりなんかして必ず言われるのがカリオストロなんですよね。やっぱり一番有名なんですか ね、 すね、映画の中では。そうですかって僕こっちが言うんですよね。あとですね、スタッフからもちょっといくつか疑問があるようで、銭形警部は警視庁の人なのか埼玉県警の人なのか。カリオストロでは埼玉県警のパトカーので登場したっていう。そうですね、はい。これは僕はってバカ、僕はね初めから警視庁なんですよね。はあ、うん、でインターポールでもないし、国際警察ですか、あではないし、だから初めから警視庁だったですから。普通の日本の警視庁、監督やった時は、うん、あれ警視庁ですよね。そうです、そうです、そうです、はい、はい、そうです、そうです。いつの間にか IGPO になったんですね。そうね、やっぱりルパンが結構海外出ちゃうんで、はいはい、もう警視庁の刑事が行っちゃうとおかしいみたいな感じになっちゃったんですよね。まあ、それで、ね、だからって埼玉県警もちょっとねどうかと思うんですけども、そのあたりもやっぱファンが細かいところよく見てますからね。はい、あ、避けて通れないお酒としてこちら行きたいと思います。山田康、もうこの方はね、那谷さんはもう、お亡くなりになるまでは、はい、ずっとお付き合いあったわけですよね。はい、はい、同じ劇団で、はい、僕より1年ぐらい先輩なんですかね、彼の方が。あ、そうなんですか、はい、先輩なんですか。
先輩っていうより、あの先に劇団に入ったから、はい、じゃあもう山田さんのことをお話ししようと思ったらたくさんあると思うんですけども山田あります ね、はい、野谷さんは山田さんがルパンの声を作る時にご一緒なされたわけですよね、はい、どういう経緯であの軽妙なルパン、山田ルパンが誕生したのかっていう、あのまんまだと僕は思ってますあ、もう山田さんがルパン先生をやるんだ、当たり前だろうっていうあ、そうですか、はい、へえ、ですからのテスト映えなんかいっぱい作ったんですけど ね、はい、その時にあの広川隊長君とかね、いろいろ何人かがやりましたよ、うん、やったけどもうこんなもん問題じゃないぐらいもう安部しかいないっていう、うん、はい、最初に当てた時から、はい、あの感じですか。そうですよはあ、だいたい普段がああいう感じやんま、はい、なるほどね、ああそっか、特にじゃあ、山田さんがルパン用にちょっとこんな雰囲気で行ってみようかなってんじゃなくて、あのまんまで来てフラッとやって、だいたいああいうニュアンスで喋ってるやつ、あ舞台でも、まあ、11匹の猫とかね、そういうやつでもうチャランプランでとにかくみたいなそういうニュアンスでずっとやってたやつだから、もうピタッと合っちゃったんじゃないですか。なるほどね、特にやっぱりその声だけは山田さんと銭形さんっていうのはもう他の声はどうやってもイメージできないですもんね。それはよくわからないんだけど、もう山田康夫に関しては絶対僕はそうだと思ってましたよ、はい、これ声優の皆さん、先の小林さんなんかも含めて、はい、皆さんずっとルパンがあるたびに同じ仕事続けてるわけじゃないですか、はい、ことルパンファミリーみたいなのってやっぱ出来上がるわけですか。もう完全にできてますねみんなファミリーになっちゃいますよ、はい、普通にみんなでじゃあ今日お疲れさんで酒飲みに行こうかって酒とか飲んでる時に、うん、気がついたら居酒屋でみんなその声で喋ってるなんてことないじゃん。それは昔ずいぶんありましたね。あ、やっぱありました。楽しそうですね、そんなとこ行ってみて。なんか前にね、やっぱりかなり前だったですけど、新幹線の中でね、はい、もうねもう やるんですよ。もう楽しいでしょ。山田さんでしょ、長谷さんでしょ、小林さん、その声でやるもの黙って寝てるとね、ちょうどなんかもう社長に怒られて、ね、でも言いながらも本当は社長さんもそばで聞きたかったね。特に山田さんとは劇団の頃からずっとご一緒ということで、はいはい、ルパンの掛け合いなんかで忘れられないシーンとか思い出とか。それはね、楽だったですね。もう舞台でもアドリブしょっちゅうやりやすかな。山田さんってのはもう大変にアドリブの上手い人で、はい、だからこっちが言ってもパッと返すし、うん、向こうが言ったらこっちもこの野郎ともがら返すしみたいなね。それがあっていつまでたっても終わんねえみたいな。そんなことは舞台であったりして、先生なんか見ててもやっぱりこの二人の掛け合いっていうのはもうファンになっちゃうじゃないですか。です、ね、普通の、ね、向こうはもう自分の原作だってこと忘れちゃいますからね。夢中になって出ちゃう。そうですか。アニメのルパン見てる時には、なんか人の作品見てるみたいな。そうそうそう。もう完全そうですね。あとうちのスタッフが、ぜひ、ちょっと聞いてほしいことがあるって言ってたんですけども、風魔一族の、陰謀ですか。はいはい、これ、ファンの中でもかなり物議を醸したという、これ、ビデオですかね。そうです。ビデオだけでやったんですよ。結局ね、僕とそれ話きました。はい、でそのビデオでやりたいんだけど、ただ予算がもうほとんどないっていうんだよね、ビデオですから。今まで声をやっていただいた方にはその払うギャラがないっていうことがあったんですよ。それでキャスト一新っていうことになったわけですか。その時だけね。はあ、でそれで、それいや僕もね、制作者側で来ますから、まあ、制作者側の方でそういうんだったらまあしょうがないなということで、ただしその山さんとかね、それから奈良さんなんかにも全部前もって全部知らしといてくださいよっていうことを言ったんですけども、はい、結局それがね、知らされてなかったんですね、はい、あ、で僕はだからスタジオで、あ、山田が怒ってましてね、うん、やっぱり怒ったって噂聞いてたんですけど、ふざけんなーみたいな、うん、そうですね、こればっかりは譲れないみたいなことをね、うんうん、絶対に言ってましたよ。そうですね、やっぱそのぐらいの思い出は絶対ありますよね。はい、その時ね、でその後か、まあ、僕もそれからしばらく忘れてたんですよ。
ほんで、ビデオが出たことも忘れてたんですけど、ある日、もう、半年ぐらいしてですかね、突然電話、夜中に山田が電話かかってきて。あ、そうですか。怒鳴られましたよ。びっくりしたの。何のことか分かんなかったんです、初め。山田さん、モンキーパンチのところに怒ったんですか。そうです。OK を出すなと。ええ。ほんで、その、モンキーさん、お前なんだって言うんで、え、なんすかって、もう電話でもね、あれ、こっちもね、なんか今まで聞いたことない、すごいこう、なんか怒ったなってよく分かるもんですからね。はい、モステが僕電話モステが触れてるの自分で分かる、はあ、これ尋常じゃないなっていう感じなんですよ。何だろうなと思って、それでその声をそのどうして変えたんだっていうのが音だったですね、はあ、でそれでしばらくね何だろうなと思って、それで初めてその考えてそのビデオだっちゅうこと分かったんですよね、はあ、でそれでその山田さんのところにその前に事前に行きませんでしたかって言ったら、女も聞いてねえよで、那谷さん的には正直言って、まあ、山田さんが怒られるのは当然だけども、はい、那谷さんはちょっとまあまあって抑えたりとか、そういう、いや、そんなことない、僕も知らなかったですで、全然違う番組で、はい、まあ言っちゃっていいのか、はい、加藤清三さんがね、はい、加藤清ちゃんがね、おい、これお前俺がやったんだよ、銭形って言うから、何の話か初めよく分かんなかったでそれをその時に初めて知ったぐらいですから、はいはいはい、安部も後で聞いても怒ったんでしょうね。うん、そうですね。だからそれが、いや僕もね、でその次の日もそれ夜中電話かけましたからね、はい、で次にこの制作会社電話して、でその担当のそのプロデューサー呼んでくれって呼んで、それは当然ね、うん、で担当のプロデューサー辞めちゃっていないんですよ。やり逃げしちゃったんですね、もうやばいと思って、そういう、もうやめちゃっていないんで、でもうそれを持っていき場所がなくなっちゃったのね。でそれでその時に一緒に会議に出た人たちに言ったんだけど、いやこれ全部プロデューサーに任せてるからってみんな逃げられちゃって、うーん、もう僕も大変だったですね、うん、やっぱりね、ファンもそれだけやっぱ気持ち悪い思いをしてるけども、うん、そうですね、ね、それ原作者も声優さんもみんなありますよね。そうそう、まあでもそれだけ思い入れ皆さんあった中で、平成5年に山田さんがとうとう行かれてしまって、その時ってこういろんな思いがあったと思うんですけども、もう正直ここでもうルパンのテレビシリーズは終わりだなと思いました。やっぱり思いましたか。思いました。それは、でこれでもところがですね、あ、作って途中だったんですよね。そうなんですよ。だからそれ途中でこうやめるわけにいかなくなったんで、はあ、もうフィルムももう出来上がってる段階だったですから、もうそっちは出来上がってて、あとは声を入れると、声だけだったんですから、はあ、いやね、旅だったんですよ僕。あ、そうですか、ね、はい、旅を芝居で旅回ってましてね、はい、その最中に安部が倒れたって聞いて、はい、ってもう最近できても喋れないんじゃねえかって、あ、これで終わりだってことはもうはっきり、僕はもうルパンはもうこれで終わり、やっぱりその時にお二人ともルパンが終わったと思ったわけですよね。ただ今モンキさんがおっしゃったように、待てよ、東方で帰ってすぐ録音しなきゃいけないっていうのがあったですよね。あれ東方でもう公開日まで決まってたんですから。ただやっぱりあの声って他の声ではもうできないわけじゃないですか。ね、普通のアニメとかだったら、じゃあ声を変わってちょっと雰囲気が違ってもその方でこれから続けましょうっていうのはありますけども、あれだけのファンがいる、作り手のもう入れもある中で、山田さんいなくなったらもう絶対に終わりって思ってねるはずですよね。確実に終わったと思います、ね、そこでまさか我々も栗田貫一が出てくるとは、ねえ、そうですね。もうだからそれ僕は後で聞いたんですけどね、山田さんと栗田さんってものすごく仲良くて、なんかもう師弟関係みたいな感じでいろいろ話聞いてたもんですから、はいはいはい、でそのよく飲んでる時とか、それからゴルフなんかも一緒にやってらっしゃるって聞いてて、はいはいはい、で栗かな、俺が声出なくなって後お前頼むなみたいなこと言ってたっていうのをちらっとね聞いたことがあるんですよ。なるほど、でそれだっ
ったらね、もう栗田さんにじゃあ、言う、まあ先生の要するにためにも出ていただこうかということで、で頼みに行ってはどうかという話し合いはありましたですね。なやさん的にはどうだったですか、その、だね、振り返られてきた時、安部がダメだって言うんで、誰にしようかっていうことで、まあ変な話だけど、石田太郎ちゃんが、ね、コロンボを小池さんの代わりにやったと同じように、うちでは安原義人っていうのがいて、こいつが山田康夫に傾倒してる役者だったから、そういうニュアンスでは違った形で喋れるんじゃないかな、だから一本だけそれで乗り切れたらいいかなっていうふうに言ったんですよね。で八分通りぐらいまで安原で行くかみたいなこともあったらしいですからね。そしたらクリカンっていうのがポンと浮上して、そしてまあクリカンに決まって、そしたらね、彼録音の時僕会ったけど、猛烈にもうこんなに見てんですよ、もう今までの、はいはい、もうやるってなった時にものすごい勉強したんでしょうね。山田さんのやつめちゃめちゃ聞いて、もう声のニュアンスをね、いっぱい。どうでした、一緒に僕は声取られて、とってもよくやってるな、ただ細かいニュアンスはとってもよく似てるんだけど、いわゆるお芝居になっちゃうと、モノマネの人っていうのはほら、ほんと短い部分をやるね、瞬間瞬間見せてるっていうことで ね、続けてずっと掛け合いになると、はい、それが長くなっちゃうとちょっと辛いなっていう部分はありましたけど、でもまあこんなに熱心に一生懸命やるっていうことでね、びっくりしましたよ。結局はそれでシリーズが続いていくっていうことね。まあちなみに変なことをお伺いするんですけども、まあルパンはおそらくっていうことね。まあちなみに変なことをお伺いするんですけども、まあルパンはおそらくずっと続いていくもんだと思うんですよ。まあどうですか、よくわかんない。やっぱりね、これだけね、子供たちから愛されてるっていうことは、この人たちも大きくなってみたいでしょうし。で、なやさんが今おいくつでしたっけ。もう72ですからね。ですよね、もうしばらくしたらやっぱり看護系に入らなきゃいけないわけですよね。その時にですよ、ルパンの声はいたけども、さあ銭形どうするんだとなった時、これどうしましょうかね。面白いですな。いや面白くないですよそれ。いや、もうそれルパン終わりですね、もうね、ルパンやりたくないな。いやね、銭形さんの声変わっちゃったら、山田さんが生きてる時にね、はい、まあ、終わって一家でとにかく赤坂のね、はい、なんとか天なんとかっていうのは中華料理行ったりなんかして飯を食って、はい、その時にね、全部喋ったことあるんですよ。でとにかくここまで来たんなら、もうとにかく死ぬまでやろうじゃねえか俺たちは。いや、それはもう当たり前って言ってた時があるんですよ。まあ両方ともよ、杖ついて逃げて待てなんて追っかけてなんてね、そんな話をしてたことがあったんですよ。まさかそれがね。いや、でも那谷さんも正直な話、ファンサイドからしたら、早く後輩の育成、もうお前に任せるか、俺が死んだらっていうやつをね、クリカンみたいに早めに見つけて、もう全てのエッセンスをそいつに捧げ込んでいただいてね、もし何かあったら頼むぞっていう人をね、どうかなと思うんですけども。さあ、そしてこれ先ほどもちょっと話出てきたんですけども、カリオストロの城、1979年に公開になって、これ宮崎駿監督ですよね。そうです、はい、脚本監督ということです、うんうん、これに関して、おや、宮崎さん作るのはもう前々からルパンやってた頃からよく、っていうかテレビシリーズやってた頃よく知ってましたから、はい、まあそれの延長だなっていう感じは見てましたね。でも大半の方が作品は、泥棒のルパンじゃなくて正義のヒーローになっていると。そうですね、それはありますね。確か宮崎さんはどっちかというと、その青年とかそういうのに見せるよりも、
女性とかそれから子供に見せたいっていうところがありましたから。ああそっか、まあ、今でもそうなんですけども、だからそういうルヴァンを作ったというところですよね。多少そういう部分で別のファン層にも受け入れてほしいという。そうです、そうです。そうすると必然的にやっぱりああいうかっこいいルヴァンの方がいいんでしょうかね。そうですね。で優しいし、どっちかというと僕の書くそのルヴァンっていうのは、例えばその敵にだんだんと撃たれて、その女性がそこにいても女性をほっぽり出して自分で逃げるっていうタイプなんですけど、あの宮崎さんのは女性を抱いて逃げるというね、その違いがありますよね。あ、なるほどね。お前お前で勝手に逃げろっていうのは僕の原則ですけど、はい。じゃあここでですね、一つ、うちのスタッフからのお願いがございまして、これはおそらくこの番組見てくれてる方にもプレゼントになると思うんですけども、ぜひですね、これから私がこう読み上げるシチュエーションの中でのですね、銭形の名セリフを、せっかく来ていただいたんでここでお願いしたいなと思うんですけど、よろしいでしょうか。はい。ではカリオストロの城から。無事クラリスを助け出したルパンは後ろ髪を引かれる思いで町を去る。それを見送るクラリス。ルパンは何も盗まなかったわと銭形につぶやくクラリス。そしてこの一言。いえ、やつはとんでもないものを盗んでいきました。あなたの心です。きたきた、この名セリフが。ありがとうございます。どうもすいません。いやー、もう酒が入ってるな。多少お酒が入ってるバージョンだね。ありがとうございます。本当にもうこんなことなかなかやってもらえないと思うんですけども、もう今サブで大喜びしてると思います。さあ、最後はこちら、ルパンフォーエバー。僕の作品の中ではまだ完結はしてないんですよ。はい。もうなんかもう途中で終わっちゃってるみたいな、終わっちゃってるっていうか、どっか行っちゃってるっていう設定だけにはなってるんですけどね。ただその意識して、終わりにはしてませんよね。だから、まあこれは不満にしとこうかなっていうのもありますけどね。ちなみにルパンの最終回というものをイメージしたことってありますか？ないですね。全くないですね。ということはもう当然その最終回のルパンはなし、なしでしょ。ですよね、先生の中では。となると、なえさんの中でもないですね。最終回やっぱりなし。ないですね。だからもうこの年ですから、いつ死んでもっていう部分だから。でも生きてる以上はルパンを追っかけたいなっていう部分はあります。ありますかよ。はい。で生意気な話だけど、ファンの方も必ずもとにかく皆さんとにかく続けてほしいですよね。はい、本当それが皆さんの本当の思いだと思いますよ。まあ、その辺も含めてちょっと今後ですね、全国のルパンファンにかなり期待の持てる一言をですね、お二人からいただいて終わりにしたいなと思うんですけども、モンキー先生。はい。まあ多分ね、そうですね、難しいなと思うんですけど、やっぱり演出される方もどんどん若くなってるし、はい、で割とルパンを見た方が演出されてるのが最近多くなってきてるんで、ね、でそのやっぱりそういう演出家の方がその俺だったらルパンをこう作るっていうので、まあ意気込みでやってるところもありますんでね。だからそういう期待は僕は持ってますね。だからなんか僕と違ったまた新しいルパンが、まあ、できるんじゃないかなと、そういう期待を持ってこれから制作する人頑張ってほしいなって感じがしますけど。はい。内さん的にはいかがでしょう。もう今言った通り、僕自身はこのまんまずっとルパンを追っかけたいっていう銭形をね続けてきたわけだから、まあ絵もあればこっちもそれにちゃんとついていかなきゃいけないっていう、そっちの方が大事にしようかなっていう。